チャオ、あっちゃんです。今日はお台場の、ダイバーシティの中のドラえもん未来デパートっていうねお店に来ました。こう撮影許可が取れたんで撮影させていただきます。ちょっとねお客さんを映さず撮らなきゃね、ちょっと見づらいモザイクが入るかもわからへんけどご了承ください。ね、こんな感じで撮っていきましょう。ドラえもんのねドラえもんかわいい。なんかね、ドラえもんグッズがねいっぱい売ってんの。ドラえもんのバッグやかわいいな。秘密道具のフィギュアや、すごい。綺麗なジャイアンや。うい、のび太のくせに生意気だぞ。ドラえもんの方が懐かしいな、これ家にあったよな、これ。僕ドラえもんです。アンキパンサンドメーカーやってあ、タイム風呂式やかわいい。そんなこんなんで作れるんや、ちょっと面白い、すごい。これかわいいな、マグネット。これかわいいな、まあ、これこれがね、ほらかわいい、かわいい、これドラえもんの刺繍作ってくれるんやって、すごっ。あ、このネームプレートも作れるんや、これで。ここやつけるんだよ。すごいすごい。なんだこれ、未来郵便ポストや。あ、ほんまに出せるんや、こんなポストカード、すげえ。
こうね、東京バナナの半月サンデーと、ドラえもんのお土産が売ってんの。あ、ドラ焼きや。シーンの、あーいい子や。なんだろう、めちゃうまいって。ドラえもんのお尻がピアス。へえ。ということでね、今日はね、台場のダイバーシティの中の、ドラえもん未来デパートに来てます、来ました。はい、ということでね、なんかちょっとね、いろいろ紹介させて、紹介時間ね、いろいろ見せていただきました。ね、紹介というほどまだできへんだけどもね、まあ、またよかったら来てみてください。ドラえもんグッズがいっぱいあります。はい、めっちゃ楽しかった。なんか本当にアトラクションみたいなのがあるので、ね、ちょっと人が多い、やっぱ入ってて、もうちょっと撮影がね、人映っちゃうんで。今回ちょっと撮影できてないチラッとだけしましょうか。ここでねコインを買って、このコインをね3枚で1000円やけど、1枚350円で、2枚700円、3枚で1000円ということでね、この中でゲームができるので、あ、ガチャガチャもある。綺麗なジャイアンのガチャガチャ。これはね、空気砲のアトラクション。空気砲のアトラクション。ね。ドラえもん、ドラ焼き、バイバインのドラえもんを増やす、ドラえもんじゃない、ドラ焼きを増やすアトラクション。これは何のゲームやろ。これね、掛
ケコプターのアトラクションっぽい。自分がこう映ってタケコプターで飛べるみたいな。これどこでもドア、どこでもね、これね、好きな行きたい場所、エッフェル塔とかね。じゃあちょっと行ってみましょうか。行きたいでしょ。ピサのシャトー、はい、ドア開けてみましょう。こっちじゃない、こっちか。ピサのシャトー行けました。はい、こんな感じ、はい、こんな感じでね、アトラクションが、アトラクションがね、4つあるんよ。はい、ということで今日は、お台場のダイバーシティのドラえもん未来デパートに遊びに来ました。結構ね、中いろいろあってね、アトラクションが3つと、いろんなグッズが売ってるんでね、ぜひぜひ来てください。ここでしか買えない限定グッズもあるみたいなので、ね、ぜひお台場来た時はぜひやってみてください。ではまたね、バイバイ。今日のあちゃんのドラえもん未来デパート散策、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。